今日今回その阿部先生とお話しさせていただいて面白いなと思ったのは、やっぱり今も完全にこの時代としてはデジタルの世の中なんですけど、うんうん、デジタルにできないことがある、あるいはデジタルがまあ避けてきたことがあるっていうふうに思って、この後それをちょっとこうデモンストレーションするんですけど、はい、そうですね、アナログ考古学のっていうのか、ビデオ考古学の領域に入っちゃったんじゃないかなと実は思ってるんだよね。だから考古学的ね、面白さでもって少しこう、まあ、いじったり何かするのはいいんじゃないかなと思ってますね。着物でして石田石田に個性があって、うん、割にこの機械がね、なんとか私の言うこと聞くみたいなんだね。割にね、いい師匠が出る。こんなふうにこう、もうちょっと新しいのはそっち側、そっち側、うん、こっち側じゃなくて、うん、と右側。上山さん のちょうどシャツがすごいストライプだから綺麗に出ますね。そうそうそう、あんまり当てずにそういうの当てるとああいうふうにやって、こうまくやりますと、あの大体こうピカス目みたいなのが、そっくりのようができます。まあ、こんな羽をいくつか作ってやってみたんですが、これもね、上手下手、まあ、それがその時の運次第で、まあ、どうなるか分からんけどね。で、そのつまみ、その虹色のナイロンのつまみを回すと色が変わるわけですね。そうです、はい。これは今、どうやるとこういうその背景が変わってくるんですか。まあ、これは幸せを変えますとね、お互いの幸せの間でビートを作るんです。うなり現象を作って、そのために複雑な模様できるんですが、